皆さんこんにちは、としこです。この動画でもご紹介したんですが、皆さんはストモビル城にるつぼの騎士がいるのはご存知でしょうか。ここの地下に幽閉されてるかわいそうな騎士なんですけど、こんな感じです。あれですね、だいたいね、ここで戦うのが普通ですよ、多くの人は。こんな感じで、ここで一生懸命戦うんですよ、普通。ただ、この動画でもやったんですけど、ね、引っ越しすることができるんですね。引っ越ししてみましょう。スモ、ここで、嘘ー、また頑張れ、落ちるって、またかよ、もう。うわ、だからやめろ。よし、来た。はい、来ました。ということなので、これでなんかこうよくわからんルートは行くわけですよ、ストンと。あ、来ました。あ、ね、あそこにね、なんかとどまっちゃうんですよ。よし、オッケー。道すがらの敵はね、全部排除します。あと、道の敵はね、排除します。結局、普段オンラインに来る人、なんだろう、見慣れない光景を作るわけですね。こう、オンラインで呼ぶんですけど。あ、パンプキンナイト。よろしくお願いします。強そう。私は姫よ。助けて。元ラブちゃんよ。ラブちゃんよりやる気が出るでしょう、あんた。お願いします。で、道中の道は、本当はね、こことかバンバン敵を襲ってくるところなんですけど、私が倒しておいたので、スムーズに行きます。ようこそ、トシコの城へ。また?やだ。助けて。ルスボの騎士いねえんだけど。死んだんだけど。死んだ、なんで?助けて、私は姫よ。に、待て。筋肉バースト。筋肉バースト。姫です、私は。バースト。俺はるつぼの騎士だ。乗り移ってしまった俺に。筋肉バスターリングにみんなつま走る。うわっほー、一緒に落ちやすい。これが俺の生き様だ。
行きました。で戻ってみよう。ちょっとオンラインにしてない状、オンラインっていうかマッチングしてない状態で。それでルツボさん死んだんだったら距離を空けたことが原因になるので、こう戻ってきた場合、あ、いるじゃんルツボさん、まだいるぞ。じゃあさっき何だったんだろう、とりあえずオンラインにしよう。お、かっこいいね装備が。あれなんでいないんだ、何が起きた、何が起きたの。やったよし、ルツボ見に行こう、ルツボ見に行こう。ルツボ下に行っちゃったのかな。あれ、ルツボいねえぞ。え、あ、いた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 。スネーバスター。